福井市では将来都市像、みんなが輝く全国に誇れる福井の実現に向けて毎年度、部局ごとに部局マネジメント方針を策定しています。危機管理官の牧野です。近年全国各地で甚大な被害をもたらしている自然災害や新型コロナウイルス感染症などの対応を受け、危機管理体制の見直しを図ります。また市民、事業者、他自治会等と連携し、被害を最小限に軽減できるよう支援体制の充実を図り、市民の生命、身体、財産を守ります。今年度の取り組みのうち特に注力するのが次の3点です。1点目は、全庁的な対応を求められる災害や危機事象が発生した際に、今まで以上に迅速的確な意思決定や命令が伝えられるよう、危機事象の対象や範囲、それらに対する準備と対応について見直し、体制の整備を図ります。2点目は、災害時に想定されるさまざまな課題に対応できるよう、職員はもちろん自主防災組織や応援協定を締結している民間事業者等とともに実践的な訓練を実施し、さらなる対応能力の向上を図ります。3点目は、災害が発生したときに一人も取り残さず避難できるよう、今年度から推進地区を設定し、避難行動要支援者の個別避難計画作りを推進します。危機管理官では防災ハンドブックや出前講座を通じて自助・共助の意識を高めるとともに、関係団体と連携し、安全で安心な街づくりを全力で進めてまいります。市民の皆様のご理解とご協力を引き続きお願いいたします。福井市部局マネジメント方針で検索。